いや、なんで今なんだろうっていう気持ちがすごい強かったんですけど。玉田圭司のたまりバー。皆さんこんにちは。たまりバー、今日も開店します。本日のお客様はミッドフィルダー14番の名倉拓海選手です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2回目だね。はい、2回目の来店です。来店をした。来店は、うん、そうですね。でも1回目はでもオンラインだったんで、はい、いやちょっとあの対面は嬉しいです。嬉しい。はい、でも2回目初めての選手なんで、はいはい、ちょっと楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。あのビービー君のお土産があるんで、はい、ストローで飲むビワジュレと、はい、ごろっと焼きほぐし塩味いただきましょう。はい、僕ちょっと先やっちゃってます。ああ、もう先に、もう先に乾杯しちゃってるんですか。一人乾杯しました。あ、一人乾杯。じゃあいただきます。ああ、美味しいです。14歳のコメントはね、成長してないね。いや、ちょっとあのこういうの苦手で。あ、苦手か、はい、焼きほぐしあごはちょっといいコメントもらえるわけ。14歳は食べ物は得意ですね。うん、美味しいです。14歳総選挙振り返って、いや、もうこれは投票してくれた方々にもう頭上がんないです。ユニフォーム最初あったんですよ、うん、人気売り上げみたいな、うん、あれファンマーが1位で、俺確か3位か4位ぐらいだったんですよ。これは厳しい戦いになるなと思ってたんですよ、うん、ツイッターリツイートはくし引き1位だったんでしょ。あれくし君が強敵でしたね。それでも11位まで入んなかったんでね、くしはね、はい、みんなにいじられてました。面白いですね、くし君。面白い、いいキャラクター、マジで面白いですね。それを逆になんかネタにして、まあ、みんなに突っ込まれて、おいしそうになんかラッキーみたいな感じでした。で、1位になって、はい、なんかクラブ YouTube とかでやりたいこととかある？まあやっぱドローンいただくんで、うん、あ、まだもらってない。まだもらってないです。グラウンド飛ばしてみたいなっていうのと、テントも話してたんですけど、宮城テント飛ばして、うんうん、買い物企画みたいな、その長崎のショッピングセンターで買い物上限金額決めてもらって、それでなんか見たことあるね、それ。まあ何色の何みたいな。じゃあ俺 MC やるわ、その時。あ、マジっすか、めっちゃ面白そうっすね。いいね。あ、やんないけど。やってくださいよ。めっちゃ楽しいじゃないですか。なく1だろうなとはちょっと思ってた俺は。あ、本当ですか。うん、やっぱどうせやっぱ人気っすからね。うん、もう俺がいなかったからさ。それはマジでありますね。ない。玉さんぐらいやっぱ愛されるような選手になるのがまあ目標なんで、うん、目指すとこっすね。いいこと言うね。14歳なのにしっかりしてるね。もうアラサーなんで。アラサーだ。そろそろアラサーになる。もうアラサーだもんね。妻でもちょっとこのキャラじゃいられないっす。あ、キャラだったんだ。そうっす。作ってたの。作られた。周りでもう仕立て上げられたみたいな感じです。ああ、そういうことか。ああ、そういうこと。全然自分は可愛いこぶってるつもりないんですけど、ね、うん、それが一番あざといからね。何なんですかね。何なんですかね。今年は大人なりたいですね。ああ、アラサーなんで。アラサーだもんね。はい、やっぱ1位になれてすごい嬉しいし、うん、やっぱ怪我してる場合じゃないなってすごい思いました。早くピッチの上で、うん、まあそうだけど、ちょっと焦ったらダメよ。まあそうですね、うん、それは間違いないです、うん、好調になった要因みたいなのちょっと分かる？チームとして一体感がさらに生まれて、うん、うまくいってなくてもその大丈夫みたいな、そのチーム全体のメンタリティーがなんか固まった感じはします、ね、うん、あとはやっぱファンマーが
その山形戦でハットトリックしたじゃないですか、うん、そこからちょっとファンマが化け物だったね、化け物に変わっちゃってチームもファンマが決めてくれるみたいな、うん、その精神的な部分がすごい、なんだろう、安定してきてる感じはします、うん、だからその最後守りきれるし、うん、このチャンスで決めきれるし、うん、でなんだかんだ内容が良くなくても勝ってる試合がすごい、いやそれが大きい、多くて、ね、結局1対0でも内容悪くてもこの時期って勝ちきれることってすごい大事じゃないですか、ものすごい大事だと思う、だからそこですごいチームとしても自信につながってるんじゃないかなと、うん、シーズンでやっぱ長いから、うん、やっぱりいい試合悪い試合ってあるんだけど、その悪い試合が勝ち点3取れるからね、そうですね、それが本当にそれが一番大きい、まあ、でもこれで満足してちゃ絶対いけないと思うんで、うん、もっと内容に求めながら、うん、まあ、でも勝ちながら成長していけるってすごい大事だと思うんで、うん、大事大事、内容は絶対大事だから、そうですね、試合見てて、あこの試合やっぱビーファーレン勝つなって思ってて、うん、あやっぱ勝ったわって試合の方がやっぱり見ててもやっぱり魅力的なチームになるし、ギリギリ勝ったでももちろん嬉しいし、うん、選手も嬉しいしみんな嬉しいけど、成長するためにはその内容っていうのは俺はもっと求めていってほしいなと思うから、はい、その辺の修正なんかはなく必要なんじゃないかなと俺は思うからね、そうですね、うん、もう自分が入ってとの受けてボール回せるようにして、ね、そうですね、ファンマに決めてもらってっていうのも自分も決めて、そのこぼれを狙うっていうね、こぼれ球をゴールっていう、うん、あんまりよく出さずに、そうですね、うん、よく出しすぎたら周り見えなくなっちゃうとこもあるんで、うん、その時はもうすぐ一歩入れるからよく出てるぞお願いします。気が利いていい、はい、もう怪我した時いやもうマジですなると思った、なったと思った、そうですね、なんか今までの捻挫とはやっぱちょっと違う感覚があったんで、うん、なんかボキ、あの怪我、倒れる前にドリブル仕掛けた時に、うん、足首がボキってなったんですよ、うん、倒れて立ち上がったらその足ついた時になんかすごい変な感覚になって、うん、これで無理だなと思って退場したんですけど、その退場してロッカールームでそのトレーナーの方に、うん、これは手術だねみたいな、もうそこで、その子で言われたの、言われて、自分的にはその熊本戦が初めてスタメンで出て、うん、チームもあんまり調子よくなくて、でやっと勝った、うん、初勝利の試合だったんで、勝った試合だね、まあ、チームとしてもやっぱ僕としてもこれからなんだろう上がっていけるって時に、うん、その怪我しちゃったんで、まあ、すごいロッカーその戻った時すごい、まあ、絶望まではいかないですけど、いやすごいショックで、ショックだね、はい、いやなんで今なんだろうっていう気持ちがすごい強かったんですけど、うん、まあ、怪我はもちろん早く治さなきゃいけないっていうところもあるし、またその時にしかできないことってあるんですよね、じゃあそれをなんか自分で考えたりとか、まあ、いろんな人に相談しながらやっていくことで、逆にパワーアップできる期間でもあると思うから、そういう考え方もありだと思う。それも感じたんで、うん、自分も、うん、怪我してるからこそ筋トレの量を増やしたりはすごい考えながらやるようになりました、うん、勢いのまま来てくれてるんで、僕としてはすごいリハビリ焦らずにやれてるというか、うん、ちゃんと自分のできることをやって、その今のチームの流れを壊さないようにっていう気持ちではやれてます。やっぱ合うように入りたいですし、うん、まあそのうまくいかない時に自分の色を出して、うん、救えるような入り方もしたいですし、まあ、やっぱ3ヶ月間試合出れないんで、うん、その分のゴール決めたいです。もう復帰してギア上げないと、うん、そうだね、いけないんで、もう貪欲にゴール狙います。うん、いやそういう姿ちょっと見たいわ。はい、まあでもまずは焦らず怪我直して、そうです、ね、コンディションを少しでもいいコンディションでピッチに入るっていうことを心がけてやってほしいし、はい、まああと試合見ながら
なんかイメージして自分だったらこうするなとか、そうですね、自分だったらここのポジション入ってるだろうなっていう、はいはい、なんかイメージ していけば、はい、なんかすんなり入りやすいんじゃないかなと思います、はい、そうします。救世主になっちゃうんですよ。はい、じゃあ名倉選手、あっという間の時間でしたけど、はい、どうでした？いや、すごい久々に会えて嬉しかったです。あとは食レポ勉強してきます。食レポ？はい。あ、食事の聞くんじゃなくて、ね、食レポ。食レポの方で。はい、そうですね。あとはちゃんと怪我直して、うん、そのチームに貢献できるように頑張ります。それちょっとファンプサポーターにメッセージお願いします。総選挙応援ありがとうございました。ピッチの上で、返せるようにしっかりリハビリして昇格導けるように頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日のたまり場閉店です。本日のお客様は名倉匠選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。